こんにちは、谷口です。今日はですね、スイングするときに手首を使うのか使わないのかっていうね、それをちょっと検証したいと思います。手首を使わないスイングね、こういう感じですね。後ろから見るとこういう感じです。手首を使わないスイングしてる人いっぱいいますけどね、手首を使わない方が球は曲がらないと思いますね。やっぱりリストを使えば使うほど球は曲がりやすいと思いますけど、ただスイングにスピードが出ないんでね、飛ばないと思います。じゃあ僕が推奨する手首はどんどん使っていこうっていうスイングね、やってみますね。後ろから。感じ？手首が使う方はね、ヘッドスピードはすごく速いです。飛距離も出るでしょう。ただデメリットはね、球がやっぱり散らばって曲がりやすいですね。それだけなんですけど、皆さんどちらでも好きな方を打てばいいんですけど、なんですかね、やはりね、体ってね、こう手首も腰も膝も足首も首も曲がるようにできてますから、やっぱり自然に曲げていった方がいいと思うんですよね。スイング中にこう不自然な、こう何て言うんですかね、無理のあるスイングはちょっと無理で、構えた時もやっぱり最近の若い子はね、こういうのは姿勢のいい人、すごく姿勢が良さそうに見えるんだけど、すごく窮屈そうに見えてね、自然じゃないですよね。自然っていうのはやっぱ曲がるとこが曲がって、なんていうんですかね、リラックスしてる状態、これはいいと思いますよ。やっぱりね、曲げるとこは曲げてね、自然に振るのが一番いいと思います。じゃあ皆さんもやってみてください。それじゃね、最後になんとか雄太のものまであります。